さん、こんにちは。前回派、私のくだらないたわごとばかり並べてしまってすいません。後半戦の今回派、ちゃんとストーリーラインを歯切れよく応用、努めます。現在のクエストの進捗状況として派、神木の治療薬を生成するために必要な、4つの錬金素材を創作しているところです。4つの素材とは、光るキノコ、蜘蛛の卵、スプリガンのタップルート、水辺に生えている水草の類、となっているのですが、そのうちの、光るキノコ、原文だとボグ、ビーコン、という素材派、ダンジョン内の至るところに生えているため、ほぼ自動的に採集されている状況です。なので、実質的に探すべき派、蜘蛛の卵、スプリガンのタップルート、水草、となってます。ダンジョン内では、ところどころに、5人くらいのフォースボーンの溜まり場があり、戦闘となるのですが、弓による狙撃などで初めの2人くらい派ダウンさせられるので、残りの3人くらいを近接戦などで対処する感じです。俺、こいつ君派、単なる荷物持ちの付き添い人なのに、やたらと狙われるだろうね。武器とか持ってないので、ほとんど攻撃能力のない、けなげなスキーバーなのに。ちなみに、道中のフォースボーンの溜まり場には、宝箱はあるものの、このモッドで取得できるユニーク武器などは入っていないので、取り逃してしまったとしても、あまり影響はないと思います。スプリガンを召喚できる魔法書のみ派、例外的に、道中のテント内のどこかにありますけど。この淡い光派スプリガンが近くに潜んでいる感じですかね？すべて弓で討伐していくの派、あまり好きではないのですが、ヘルスがそれほど高い敵でない場合や、近接レンジに達していない状況の場合派、弓で押し切ってしまおうと思います。ここにいるスプリガンから、必要素材の一つである、スプリガンタップルートが入手できるようです。必要数だけスプリガンを討伐する感じです。ナビメッシュのせいか、目の前に敵がいるのに、俺の体が勝手に遠回りするような方向に向かってる。みんなのプレイでも、近接のフォロワー派、奇妙な挙動になるかもね。連れてくるのであれば、弓使いや魔術師などのフォロワーの方がいいかもね。もっとも、敵の数が多いエンカウント場所派、フォースボーンの溜まり場の部分なので、そこでは近接フォロワーがいた方がいいと思うし、こうして、スプリガン相手であれば、プレイヤーとのワン、ブー、ワンでどうにでもなると思うよ。フォースボーンの溜まり場のようだけど、こちらの方がハイグラウンドにいるので狙撃できそうなら狙撃していこうと思います。もっとたくさん敵がいると思いましたが、数そのものは少なかったです。ハグレイブンに完全に気づかれていたら、おそらくファイアボールを放ってきていたので、苦戦していたかもしれません。必要素材の水草か、何かです。小さくて見落としがち、かつハグレイブンが暴れていたら、素材が吹き飛んでいたかもしれませんね。動物フォロワーを連れている場合は、素材が吹き飛んでも、嗅ぎ分けてくれるかもね。ゲームのシステム的に、それはありえないけど、ハグレイブンとの戦闘場所に、少し注意が必要かもね。蜘蛛の卵を集めるところなのですが、蜘蛛の映像が嫌いな人は注意です。困ったことに、
蜘蛛の卵の必要数が結構多い上に、卵を持っている大きなスパイダーの周りに小さいスパイダーがゾロゾロと出てくるんだよね。蜘蛛や多足性の昆虫が嫌いな人は、このモッド派できないかも。本当に困ったことに、蜘蛛の映像に抵抗がない私でも、こうして小さい蜘蛛が出てくると、衝突コリジョンも小さくて、武器を闇蜘蛛に振り回すしかなくて。それにしても、スカイリムやファンタジー系のゲームであると、スパイダー派攻撃的な印象を与えるますが、現実世界で植物育成が好きな私からすると、人間には被害を与えないどころか、ゴキを食べてくれるクモや、ダニや植物ヘの病害虫を食べてくれるので、ありがたい動物なのですが、やはり、見た目の怖さが、攻撃性を彷彿とさせるのでしょうけど、現実世界だと、クモよりも人間の方が、よっぽど攻撃的で恐ろしい動物です。クモの映像派、もう十分ですよね。こんな感じで、素材集めに奔走する感じ、を伝えることができれば、と、素材派一通り揃ったので、神木の治療薬を作りに行きます。このダンジョン、なんだかんだで広いので、もはや、クエストマーカーが頼りない外派、自分がどこにいるのかさっぱりわからないです。前方から何か食べ物を見てるような匂いがするから、このまま先に進めばいいと思うよ。でも、調理の匂いがするってことは、何か、あるいは誰かいるから、用心。治療薬派錬金台か何かで生成するかと思いきや、予想外のクッキングボット。今回はドルイドおじさんの指示に従うルートを取るので、毒ではなく、治療薬を生成します。なかなか神秘的なところだね。クエストの内容を踏めて、本編スカイリムのエルダーグリーンのクエストみたいだね。ここにジョン、ドレレ入らないけど。I'm still here. 上部に見える、赤い神木の近くにかすかに人の動き、ボスかな？ドルイドおじさんだったら、誤爆になっちゃう。フォースボーンだった、と同時に、あと二人、敵がいる様子。
強そうな感じではないけど、ボス的な位置づけの NPC だったら、最後くらい派、近接で勝負したい。透明化したって、ちょっと不調。ナイチンゲール、グレードを出そうとしたら、誤って、セデューサー、ソードを出しちゃったんだよ。スティッチが、スタンド、スキル、つまり、じっとしてろ、この野郎、みたいなことを敵に言い放っているが、全くその通り。イグナイト、当てさせてよ。この聖域のようなところで討伐したフォースボーンだけは、モッドで追加されるユニーク武器を持ってるね。本編スカイリムのマーカース関連のメインクエストで、ユニークエンチャントがかかったフォースボーン装備が入手できるけど、ああいったユニーク装備に、こういったカスタムアイテムが使われるといいのにね。もっとも、本編スカイリムで入手できるユニークなフォースボーン装備派防具であって、武器ではないですが。いよいよ、ラストのイベント、治療薬で神木を治す、だね。使ったら、悪魔が出てくる、とかいう展開だったりして。正常運転って感じだな。まあ、推奨レベルが15程度なので、ドラプリみたいのが出てきちゃっても困るけど。マーカースに戻ろうか。クエスト、オブジェクティブにも、マーカースに戻って、ジョーン、ドレレみたいなドルイドおじさんに報告せよ、と書いてあるし。ドレレのおじさん、戻ったよ。治療薬を使って、神木を治した。I can feel it. You've done the reach a great service, traveler. Thank you. おじさんからは感謝の気持ちを伝えられ、金銭的な報酬は与えられないけど、代わりに旅に役立つ、つまり、エンチャント付きの指輪をくれました。というわけで、クリアです。自然破壊おじさんから嫌味を言われただけで、戦闘とかはなかったです。今回はここまで、です。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆さんにも、良いスカイリムライフを。You, I know what you did. Now remove yourself from my presence, lest you want the guards to take care of you. May the guards curse you.